今ない〇〇を妄想する M8 招待招待伊藤平の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラムタイプ3の本能のサブタイプ編、一冊の小説みたいな物語が物語になっています、うん、というのはタイプ3、ロールタイプで自己主張、うん、まあ、人からの、うん、なんか承認を求めるフィーリングタイプでございますと、うんうん、でこの、まあ、タイプ3なんですけども、はい、今日もこのエニアグラムでパートナー探しっていう本と、うん、エニアグラム実践編でちょっとお話をしたいと思うんですけど、うん、はい、このタイプ3というのは、まあ、前の動画でもお話ししましたが、うん、まあ、子供時代に、まあ、あるがままの自分の価値を認めてもらえずに、うん、自分が成し遂げたことで、よくやったねって言われたことを、まあ、その印象強く受け止めており、うん、そのどう達成するか、うん、その達成したことで認められるっていうところに、うん、まあ、価値を置いている、価値を、それがないと自分には価値がない、価値がないと思っているっていうタイプが、この自己保存的、対人的、うん、社会的っていうタイプで分か、サブタイプで分かれるとどうなるのかっていう形なんですけども、うん、この自己保存的っていうのは快適、自分のための快適を求めるタイプなんですけども、うん、このタイプ3の自己保存というのは、うん、まあ、キーワードとして挙げられていたのが仕事中毒、うん、安全と書かれていたんですけども、うん、この人にとっての快適っていうのは、うん、まあ、その安定や安全のために常に働かねば、うん、要は、うんうん、と思っているんですね。でもこの安全っていうのはよくそのタイプ6が安全思考って言われるんですけども、うん、タイプ6の安全っていうのは、うん、まあ、人とか会社とか、うん、まあ、絆的な心情とか教えのところにタイプ6は安全を求めているんですけども、うんうん、このタイプ3の自己保存が言う安全っていうのは、資産とか、うんうん、価値のある立派な家とか、この人たち多分こう達成する人なんで、はい、こう自分から取りに行くんですよね。なるほど、うん、なんでそのまあ確かに書かれていたのが、うん、その物質的に幸福の基盤を築きたいっていうことで、うん、あのタイプ8っぽくもあるというふうに書かれていました、うんうん、でまあ先ほども申し上げましたが、タイプ3っていうのはそのフィーリングタイプで、うん、どう人に見られるかっていうところなんですけども、うん、このタイプ3の自己保存はセックスアピールとか、うん、社会的な地位とかっていうことではなくて、うん、要はその安定性ですとか、あ、だから金持ってるようなあの物質的基盤で好印象を与えます、うんうんうん、で金持ってるよとかっていうところですよね、はい、そうですね、いい家あるよっていうところで成功達成してるでしょっていう見え方、うんうん、で見せたい、そう見られないと自分には価値がないっていう、はい、でまあそのために効率を追求して生活を合理化して、うんうんうん、細部にこだわって、うん、要は安定のために仕事をしなければっていうので責任を引き受けると、うんうん、なのでこれはタイプ1っぽくもあるというふうに書かれていました、うんうんうん、ただしタイプ1 の、 その責任を引き受けるっていうのは、うん、なんていうの、正しいもののために、そうルールなんで、ルール、うん、正しいことはこうあるべき、自分の信じてるルールで、そのルールが正しければ世の中がうまく回っていくっていうところにタイプ1は価値を求めるんですけども、うん、このタイプ3の自己保存は、うん、昇給や昇進、うん、目に見える報酬、うん、だから人ですよね、人にどう思われるかっていうところが、そうです、ね、人に認められることが重要だから、それがその物質的な基盤につながるかっていうところに基盤を置いていますよと、うんうん、なのでここの人たちがその、まあ健全度が落ちていくと、うんうん、要は仕事をいかに安定させるかっていうためのみに人間関係とか自分の健康とかを見ないようにする、まあ、もう私は大丈夫ですやります、うん、でどんなに無理な状況でも言ってしまうらしいです、うん、それはもう自己保存的で自分の基盤を高めるため、うん、そこに価値があると思ってたりするんですよね。なるほど、達成していくことに価値があるみたいな、
ことをタイプ3の人は。なんか悲しくないですか？まあどのタイプも同じですけどね。どこにこう行き過ぎてしまうとどのタイプであっても、まあまあ、そうなんですよね、うん、で、この自己保存的の、うん、タイプ3の自己保存的というのは、うん、こちらの本で書かれていたんですけども、うん、他の2つのサブタイプ、うん、セクシャル、ソーシャルと比べてさほど外形的では、うん、外向的ではないため、うん、イメージを、うん、外に 見栄えを気にすることもあまりない、うん、ないと、うん、なのでタイプ3としてちょっと分かりにくいかもしれませんっていう指摘がされていました。なので私これ書きながら、うん、あれこれ俺かみたいなのは思ったんですけども、うん、やはりその安全っていうのは別に僕はお金とか、うん、その家じゃないなと思ったんです、うん、お金が多分いくらあっても、うん、僕は多分常にお金があればってだけ多分また違う不安が湧いてくるんですよ、うん、なのであやっぱりちょっと違うかなって、まあ、この人たちは不安の人たちじゃないですからね。フィーリングタイプはフィーリングタイプは人からどう見られるか、はいはい、だからタイプ3の人は達成とか成功者だって思われることで、はい、自分は生きていけるって思ってるんですよ、はい、そう思われなければこの世の中この厳しい世の中生きていけないと思ってるんで、はい、自分をそう見せよう見せようとしてるって、はい、うん、だから6の承認欲求とはまた違うんですよね。そうなんですね。そうそう。で、悲しい話は続きます悲しい物語は悲しい。というのはこのタイプ3の対人的、うん、セクシャル性的、うんうん、これのキーワードとして書かれていたのはいい男いい女、うん、女らしい男らしい女らしい、うん、っていう書き方をされていました、うん、というのは相手に自分を強く求めてもらいたい、うんうんうん、っていうために人を引きつけて魅惑するイメージを作るんですね、うん、これも相手が友達に自慢してもらえるような人でなきゃっていう散歩いで人が自分に関心を引く資質が分かるのでそこを徹底的に尖らせるんですね、うんうんうん、でエネルギーをもういかにかっこよく決めることに費やすと、うん、で、まあ、タイプ2の時は、うん、その相手に尽くすことで魅惑をしようとしていたんですけど、うんうん、この人は自分の魅力を徹底的に磨いて引きつけるっていうのがこのタイプ3の対人的な方ですと。ただ悲しい話が始まります、うんうん、この自分が打ち出している超かっこいいイメージと見合うことができていないのではっていう恐れを健全度が落ちると抱き始めるんですね。で対人的なので相手と親密的な関係を結びたいんですよ。でも自分はこのイメージに合っていないのではっていうことでどう関係を維持したらいいのか分からないと。要はタイプ3の紹介の時にもしましたが外面はすごい達成者なんですよ。ただ裏をちょっと覗くと必死でこともがいてたり、あ、そう、実は違ってたりっていう、なんかこう理想の自分があるんですよね、はい、そこをなりたい自分、人にどう見られているか、そう、はい、でそこと現実の自分にギャップがあるんですよ、まあ、全部多分あると思うんですよ、はい、で多分これがこういうところですよね、うん、自分を打ち出して自分を打ち出しているイメージと、うん、要は超かっこいい、うん、超スマート、うん、だとあもう仕事もできるんでしょうね、うんうん、スポーツもすごいんでしょうね、うん、頭もいいんでしょうね、うん、っていう、うん、そのイメージと実力のギャップ、うん、ギャップ、そう、そのギャップに苦しむんです、はい、でまあ、ギャップがあるから頑張るっていうのもあるんですけど、ああタイプ3ですからね、そうそう、タイプ3なので、はい、そのギャップを埋めようと必死に頑張るみたいな、はい、っていうところで、うん、こういうその相手とどう関係性を結ぶかっていうのが難しくなり、うん、ただ、うん、なんでなの、そのそういう自分はまた認められないんですね、うん、その実力がないっていう自分は認めたくないので、うん、多くの異性と性的な関係を持つことで僕は魅力的なんだっていう埋め方を、うん、プライドの埋め方をしようとしますと、うんうん、もう涙が出そうになりました書きながらあ、散歩行って僕思いましたけどね僕は笑えそうでした。なるほど、僕はもう抱きしめてあげたいと思って、いいんだよいいんだよって
ていうのが、対人的なタイプですと。でこのタイプ3の、社会的ソーシャル、要は社会でどう認められるかっていうタイプの特徴としては、まあ、キーワードとして挙げられていたのが、地位を求める人、名声と書いてありました。これもまたちょっと悲しい話は続くんですけども自分が向上して出世していることを認められたい、保証されていることを望む、もう散歩っていうところで、その仲間から高く評価されているっていうことが必要なんです、なのでもう輝かしい経歴とか成績、そう世に言う成功者のイメージですよね、とかも資格こんだけ持ってます、賞もこんだけ取りました、っていう評価されることが必要なんですと。なんでそのプロフェッショナルとして、もうすごい専門用語を使ったり、ブランド品を身にまとったり、高級車をひけらかすことで、私は社会的に成功しているっていう態度に現れることもあります、ただまあこの人も悲しい話になっていくんですけども、その出世したいっていう野心が強くて、強引につながりを作ろうとする傾向もありますよ。例えばもう自分のその実力とかを自慢したり、強く売り込んだり、能力を誇張したり、もう人から評価されてないと私はダメなんだ、ダメなんだ、そうダメっていう思いよりも、そうして成功を掴んでいきたいみたいな、自分を大きく見せて人を引きつけて、また自分でこう事業を立ち上げて成功していきたいみたいな。なのでここで挙げられていたのが、いやその注目されることを切望するがあまり、実績や経歴をちょっと偽っちゃう、なので実力以上のことを引き受けてできない、引き受けてっていうよりも本当詐称だと思うんですよね、こうやったことないのに、1000人のセミナーぐらい余裕ですよとか言っちゃうタイプ、なるほどなるほどっていう、まあなんかでも成功者って結構そういうとこあるじゃないですか、まあ言ってしまっても、やるしかない、やるしかないっていう、まあうまく転がればいいですよね、いいっていう、はい、でそれがなんか嘘になってなければいい、ね、そうですね、はいはい、なんとか大学卒業だよとか、ああでなるほどなるほど、経歴詐称的な、はいはいはい、っていうのをつい言っちゃいがちなタイプですよね、なるほど、本当はちょっとなんか体験に行ってきたぐらいだけど、なるほど、俺東大とか言ったりするね、ああなるほどっていうタイプなので、これは決して私が毎回言う、ディスってるわけじゃないです、はい、これは本当に自分を客観的に知ろうというのがまあエニアグラム、でこの実践編にも書いてあるんですけども、タイプ3っていうのは自分の価値は人からよく思われることにあるという思い込みを手放さなければならない、そして初めてそうすることで内面の恋に導かれて、あ自分は何がしたいんだろうっていうことに気づくことができると、なんでこの人たち本当はそうなんですよね、自分人からどう思われるからこうしようじゃなくて、自分がしたいと思うことを、やりたいと思うことをやればですよねっていうことなんですよね、多分それはエニアグラム、どのタイプもそう、どのタイプもそうで、でも3の人って結構そういうこと言ってたりするんですよね、ああなるほどなるほど、手放しましょう的なことを、そう、こう自己主張でそう見られたいっていうのがあるから、まあそれを演じてしまう部分があるっていう、うまいんでしょうね、そう、だからプレゼンとかは多分タイプ3が抜群、タイプ3とかタイプ7とか抜群にうまい、抜群にうまい、で3はどっちかというと合理的な感じなので、はい、これやるとあなた得しますよ的な話をするのが上手、数字を並べてで7の人は面白くですよね、そう、その辺の違いがあるけど、この辺の人はこのプレゼン能力が高い、はい、自己主張、合理の自己主張、ちょっと強引だったりするんですよね、ソーシャルな人なるほどこうセミナーやるんで来てくださいよとか言って、なるほどっていう、いやちょっとその日予定があって大丈夫ですよとか言って、いや大丈夫って予定があるって言ってるのにみたいななるほどっていう、ちょっと強引だったりするんで、
そういうところを気をつけると多分もっと人は集まってきやすくなるのかなって。なんでタイプ3の統合の方向はタイプ6、いや仲間を手助けして導くことができる、うん、あ、そうそうそう、本当は自分だけがじゃなくて、うん、本当はみんなを導くことができる、うん、そう、まあ、だからカリスマ性を持ってたりする人たちなんで、はいはい、なのでなんかこの自分のイメージがあってこの合理的な人なので、はい、合理的じゃないことを嫌ったりする傾向がある。あ、なるほど。合理的ってこう人の感情とは反対だったりすることもあるじゃないですか。し、まあ、人の成長の時には合理的が全てなわけではないですもんね。わけではないし、この、そう、この人を育てなきゃいけないけど合理的に考えてたらちょっと今の作業ではこの人邪魔だなっていう時に簡単に切り捨てたりしちゃうタイプだったりするんですよね、はい、こう遠回りしてるように感じてしまう。なるほどなるほどなるほど。最短距離で突き進みたい人たちなので、はい、ちょっと遠回りして寄り道してる人をこう切り捨てたりしたくなる。怖い。そう、怖い。なるほど。なので、まあ、その辺をタイプ6のようにもうちょっとこう先のことも考えながらこういろんな人を見ながらこう育てていくといい方向ですよね、はい、うん、そうですね、うん、で、まあ、6の人はこの3の人といるとストレスがあの、まあ責められてる感じがするような気がします。し、すっごいこうこの人はでも仕事中毒だったりとかすごい頑張る、ギャップを埋めようと一生懸命頑張ってる。もう合理的に、合理的にスマートにやるんでしょうね、多分スマートに出して、この姿を見てタイプ6の人は落ち込むっていう、うん、俺こんなに頑張ってるって思うタイプ6がタイプ3を見るとタイプ3の人はもう中毒レベルに頑張ってたりするんで、特に自己保存の人は 2,3 日間が空くと、そうそうそう、うん、もう駆り立てられるらしいです、うん、まあ、俺は無能なのかと。そう、だからそういうのを見て6の人はあ、俺ダメなやつだって落ち込みやすい。なるほど、全て手放しましょう。手放しましょう、はい、っていうところ、はい、でこのタイプを知ることも大切ですし、うん、この自己保存対人社会で結構タイプが分かれる。分かれる。もう同じタイプでも違うタイプの気質が結構出てきたりするっていう。まあでもこの辺サブタイプってバランスよく持ってたりすることもあるんで、はい、あ、なるほど、そうですね、うん、でまあなんか一つだけ盲点に入ってたりとか、はい、っていうのはあるので、僕の知り合いのタイプ3の人も、はい、この辺がすごいです、もうここはすごい欠落かけてる。あ、もううわーって働くんですね。あ、ここが欠けてるので、あ、欠けてる、はい、こっちばっかりですよね。あ、もういい、もうキラ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 アピール、はい、で、まあ、ソーシャル高いなっていうのとセクシャルも高いなって感じる。なるほど、はいはいはい。ので、まあ、この男女関係とか結構お派手でらっしゃる。お派手でなるほど。そう、僕病気だと思うんですよって言ってたんで。なるほど。手放しましょう。手放しましょう。はい、手放しましょうです。そう、はい、というところで、はい、タイプ3の本のサブタイプ、うん、いかがでしたでしょうか。次はタイプ4のサブタイプ、うん、タイプ4もなんかストーリーできそうですよね。多分あのイメージ的に僕は多分書きながら泣いてるんだと思います、はい、一番こう切ない話になりそうな。そうですね、そうですね。はい、というところで、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。